こんにちは。これから統合デザイン学科の学科紹介と入試解説の動画を始めたいと思います。まず最初に、今日話す2人の自己紹介をさせていただきます。私は統合デザイン学科准教授の菅と申します。よろしくお願いします。私は学科長教授の長崎と申します。よろしくお願いします。では最初に、統合デザイン学科とはどういう学科なのかというところからお話を始めたいと思います。今社会の中でデザインというのは様々な場面で重要性が認識されています。で、重要性が認識されたデザインは多様に複雑になってきているわけなんですが、その結果多くの領域に分断されてしまっているという現状があります。しかし本来デザインとは人間がいて物があり、空間があってコミュニケーションがあり、それらが混然一体となって生活を成り立たせている場にある一貫性を持って統合された営みであるはずです。この統合デザインはデザインの本来の在り方を追求する考え方としてあります。その考え方を追求するのが多摩美術大学の統合デザイン学科です。実際に今表示されている図を見ていただきたいんですけれども、グラフィックデザイン、プロダクトデザイン、スペースデザイン、インテリアデザイン、コミュニケーションデザインなど様々な分野に今デザインは分かれています。これらの分野の分け方は専門性を高め、より深く学ぶためには必要ですが、デザインの現場ではグラフィックデザイナーがグラフィックデザインだけをするということはありません。製品そのものやサービスを支えるインターフェースのデザインをすることもありますし、それらが使われる場所もデザインする必要があるかもしれません。また例えば広告の場合は印刷メディアだけでなく、空間に配置する体験や映像、ウェブ、アプリまでデザインする必要があるかもしれません。なぜなら分業化されたそれらのデザインは全て同じ人が同じ場所で使うので、造形、操作性、ブランディングなど全て一貫性を持っている必要があるからです。そこでこの交わったところを学ぶのが統合デザイン学科です。ではここで他のデザイン学科と統合デザイン学科がどう違うのか説明していきます。どの学科でも先ほど話したデザインはつながった一つであるということは正しいと思っているはずです。では何が違うかというと、デザインを学ぶ入り口の違いだと考えています。あなたが地面を深く掘るということをイメージしてみてください。深く穴を掘り進めると周りも広げなくてはいけないことに気づくはずです。穴はデザインの知識とか能力と考えてください。自分の専門分野を深めていくためには、結局それを中心にいろいろな分野の知識や能力を身につけなければならないということです。これが専門の分野に分かれた学科のあり方だと思います。一方統合デザインでは最初に広く穴を掘っていきます。そうすることで自分が軸足を置く専門分野を深めることができますし、いろいろな方向に深く掘り進んでいくこともできます。つまり全体をデザインすることを目指して学ぶこともできれば、例えばコミュニケーションを中心にその周りを学んだり、プロダクトを中心にその周りを学んだりすることができます。このような考え方で統合デザインはさまざまなカリキュラムを構成していきます。それではここから統合デザイン学科のカリキュラムについて説明していきたいと思います。これは世の中が変わっていく時のプロセスを簡単に模式化したものです。階段の上方向は問題です。横方向はそれに対する答えです。何かの問題に対して答えを出す、そしてそこで起こる問題にさらに答えを出していくことで進化していきます。今の状況からより良いものを作り出される状態を階段になぞらえています。よくアートとデザインの違いについて聞かれることがありますが、
この模式図はそれを説明するにも適しています。アートは自己表現であり、それが意図的かどうかはありますが、世の中に対して問題提起をしていきます。対してデザインは問題を解決していく仕事です。デザインとは人々の生活に求められるもの、ことを想像し具現化することでもあります。そのためには感性、日々の生活や社会、産業のさまざまな問題から今求められていることを感覚的に嗅ぎ分ける力と、表現力、アイデアといった抽象的な概念を視覚化して伝えたり、ものとして実在化させる力が必要になります。この感性と表現力をつないでいくのがデザインの考え方です。模式図で表すならこのようになります。このようにデザインはアートと融合する部分が大いにあり、それこそが美大でデザインを学ぶ意義とも言えます。ではこれらの考え方を実際にどのように学んでいくのでしょうか。統合デザイン学科では美的な感覚を養いながらデザインスキルを習得するための実技科目として 1,2 年次にデザインベーシックという基礎教育プログラムを行っています。1年生ではグラフィック基礎、プロダクト基礎、インターフェース基礎の3つを行い、2年生では観察、図、文字、写真、情報編集、相互作用、造形技法という科目があります。これらは選択制ではなく必修として、すべての科目、課題に統合デザイン学科の全学生が取り組みます。これからその内容について説明していきます。まずは1年生の科目です。1つ目はグラフィック基礎となります。グラフィックデザインの基礎となる造形的な技法について学びます。こちらのスライドに映っているように、色彩の構成であるとか、形態のパターンであるとか、実際にコミュニケーションとしてさまざまな表現を学んでいきます。授業の中でも1クラス40人ぐらいに分かれて、一つの問いに対してさまざまな答えをレビューし合うような形で、お互いの考え方や技術を高め合うような教育方法が取られています。では次にプロダクト基礎に移ります。こちらは長崎先生が担当なので、少し説明していただこうと思います。1年生のプロダクトの基礎では、1年間を通して物の造形、立体物をどのように作っていくか、表現していくかということを取り組んでいきます。まずここにあるように自由な形状を表現したり、それから実際の機能あるドライヤーのような機能のあるものをどのように形にまとめていくか、そしてその立体物にまとまる前に、実際ドライヤーっていうものは私たちの生活の中でどのような存在なのか、どのように接しているのかというところなども、観察ということを通しながら、単なる造形的な表現ではなく、それが意味ある形として、形の意味を考えながらまとめていくということを、一生懸命やっていきますね。こちらは授業の風景なんですけど、実際にこれはソルト&ペッパーの課題の時のワークショップの風景ですかね。そうですね、実際にお家で使っているソルト&ペッパーがどのようなところにいて、でどのように使うときには存在して、どのようにこう身体とコミュニケーションしているかということを、各自で持ち寄って、全員で、そのワークショップをやりながら、ソルト&ペッパーというものがどういうものなのかということを、解き明かしていき、それをもとに、形を与えていくと、デザインしていくということになるんですね。統合デザイン学科は1学年130人いて、すごく人数が多いんですけど、その分いろんなことに気づく人が次々と出てくるんですよね。だからたった一人で何かものを作る場合には気づけないようなことが、こういったワークショップの授業などで、たくさん現れるんですよね。つまり誰かが気づいたことを学ぶっていう、お互いに学び合うみたいな場所ができるっていうのも、多分この統合デザイン学科の教育の良さの一つじゃないかなと思ってます。で、3つ目の科目はインターフェース基礎という科目です。これは
僕が担当している授業なんですけど、なかなかこう耳慣れない言葉だと思うんですよね。インターフェースっていうのは、あの何かと何かの境界面とか境界線っていうような考え方で、実際にあのコンピューターとかそういう分野だと、ヒューマンインターフェースとかなんかそういった言葉で使われることが多いんですけど、そこに限らずに何か僕たちが物を触るときにどのように触れているのかとか、どういうふうに情報を扱っているのかとか、そういうことについて、まあ、根源から考えていこうっていう授業です。でこちらにあのいろんな写真があるんですけど、例えばあの一番左側の鉛筆の写真だと、実際にこうありえない状況を可視化してみようという課題ですね。でこうすると鉛筆っていうのは実際に紙で書きながら先端が削れていくっていう特徴を持っているんですけど、それをあえて極端に誇張してみると、こういうふうに軸までも削れてしまうみたいに、あの実際にこう本来物が持っている性質を理解して、それをこう拡張していくことで新しい表現につなげてみようっていう、そういうトライアルとして課題があります。あとは物と人の触れ合い方を見ていこうという課題もあって、この真ん中の写真は例えば歯ブラシが動いている時の軌跡を紙で表してみようとか、付箋をめくって引っ張り上げる時の動きを紙で可視化してみよう、こうすると円弧を描きながら直線的な動きをするとかですね、実際に頭では分かっているつもりでも分かっていなかったような動きに気づくっていうワークショップをやったりしています。では次に2年生の授業の方に移っていきたいと思います。デザインベーシック2では今度は科目数が 1,2,3,4,5,6,7 科目、まあ、非常に多くの科目があります。で今見ていただいている図は、何かこう物事を進めようとするときには必ずプロセスがあるんですね。まず何を作るべきかっていうのを着想を得て構想する、考えるっていう段階で、そこから実際に何かを作る、具体化するという段階で、最後にそれを、皆さんにまあプレゼンテーションしたりする、提案する段階というふうに分かれていくわけです。で3年生で実際にこうプロジェクトに各自が取り組んでいくために必要な技術を学ぶため、2年生では構想の段階の科目として観察や情報編集で、具体化に必要な考え方として造形技法や相互作用で、提案の時に必要な技術として図、文字、写真といった科目に取り組んでいきます。1年生は広く、まあ、領域を分けながらも全体を学び、より2年生のデザインベーシック2では個別に深めていくっていう、まあ、穴を広げていくという、最初の説明の中で言うと穴を広げていくっていうようなプロセスに当たりますよね。そうですね。だから構想の段階からそれぞれの科目でやっていくことによって、一人でプロジェクトをスタートから最後まで作り上げることができる、まあ考え方と技術を身につけられるっていうのが多分統合のカリキュラムの特徴だと思うんですね。2年生ではあえてそれが複数の科目に分かれることによってきちんと身につけられると。で3年生になったらこれらが統合されて一人の学生がプロジェクトに取り組んでいくということになります。じゃあ実際にあの2年生はどういう科目をやっているのかっていうのも簡単にご紹介したいと思います。こちらに写っているのは授業の風景なんですけど、例えば左側の写真は観察という授業ですね。これはあの例えばスマートフォンみたいなものがどのように触っているのかとか、街中にあるもので人間の行為がどのように現れているのかっていうのをひたすらにこう写真を撮りながらリサーチして書き出すということで、普段あの意識していなかったことに気づいて、じゃあどこがそのデザインで解決すべき課題なのかっていうのを見極めるというための方法を学ぶ科目です。で右側の情報編集というのは、じゃあ実際にこう具体化する前にその得られた情報というのをどのように整理分類していくと新しい着想や、まあ、気づくことができるんだろうかという技術について学んでいきます。実際にその編集した結果、例えば本の形になったりとかウェブサイトの形になったりとか、さまざまな、まあ、アウトプット先はあると思うんですけど、実際にはこのようにまあオンスクリーンでコンピューターなどを使いながら膨大な情報を編集していったりするような技術について学んでいきます。で次に具体化のフェーズに入ってくると、こちらは長崎先生が担当されている造形技法ですね。造形技法の授業では、この画面にある左側はあのお皿からコップへというあの課題で、コンピューターグラフィックスですね、 CG です。
立体物を扱うんですけれども、それが画面の中でどのように作って、でどのように伝えるのかというところを取り扱う。そして右側は後期にある課題で、あの傘の絵をデザインするという課題になります。これは後期の期間を使いながら実際モデルを作り、あとは型に流し込んで中継をして、実際に使えるものを作ってプレゼンテーションするというような、あのちょっと大変なんですけれども、そういう課題ですね。2つともですね、非常に伝統的なプロダクトなんですね。今更どこをデザインしたら新しいものが生まれるのっていうような、あの題材テーマだと思うんです。でもあの人の生活って大きな流れで変わっていて、例えば家族の構成が変わったり、一人で住むようになったり、それから子供が使うようになったりとか、まあ、いろいろなことが考えられるんですよね。でその全体世界の流れとか、自分が感じ取っているその動きを捉えたことをどのようにそのお皿という形に、落とし込んでいくか。あと傘の絵についてはですね、もう今更どこやるのかなって思うんですけれども、 人っていうのはあの思ってるほど物のことをよく分かってないんですね。だから傘っていうものは一体どういう道具なんだろう、何のためのものなんだろうっていうところをまたグループワークで考えて、傘ってこうなんじゃないとかっていう仮説を立てながら、自分が考えたその手と、まあ、身体と道具の関係性をこう形に定着させていくっていうような課題になってます。次は相互作用という科目で、これもなんか耳慣れないと思うんですけど、あの英語だとインタラクションと言ったりしますね。で、物と人とか物と環境とか人と環境同士が、まあ、情報をやり取りするような、そういった関係性について学ぶ科目です。でやっぱりこれもコンピューターの分野でよく言われるものだと思うんですけど、統合デザイン学科ではまずはそういったものに行く前に、あの写真とか紙とか、まあ、そういったアナログのモデルを使って関係性を学んでいきます。今写真にある左側は1枚撮った写真をですね、真ん中で2つ折りにして開いたり閉じたりしながら見るということだけをするような課題です。そうすると例えばこういうふうにゴム手袋を手から剥がすみたいなアクションが、あの写真を開きながら見ると想像しやすかったりとか、で右側は今度2冊の冊子の関係について考えると、でこれもそれぞれ10ページぐらいの冊子なんですけど、2冊冊子があって自由に順番をめくっていいですよと。そうすると右左とページをめくったり、右側だけめくった後に左側をめくったりとか、いろんなめくり方があると思うんですね。でどんなめくり方をしても、その都度左右の冊子の絵が、まあ、意味を構成するというか関係し合うような、そういったこう複雑な構造について考えるということをやっている課題です。であとはまあこれも授業風景で、まあ、よくわかんない写真が今見えていると思うんですけど、これはあの目隠しした状態で、まあ、あるゲームというかですね、体験をしてもらってるんですけど、こういったこうルールを設計して、で特別なやり方で自分たちの感覚をあの変化させていくとか磨き上げるっていうことも授業の中で、まあ、ワークショップ的にやったりしていきます。で次は、ここにあるのは文字と図という科目ですね。文字の場合は実際にあのタイポグラフィーのように、まあ、文字をそのものを設計したりとか、まあ、文字の構成の仕方について学んだりする授業です。で図の方はあの自分が例えば見た映画の中のある情報を、調べて抽出して、例えばある役者が何回どういったセリフを言ったかとかですね、あとはあの身の回りである自分の行為について何度か調査をしてみて、でそれらを、ビジュアライズしてみるというような課題をやったりしていきます。でこういうことをやっていくと、例えば、まあ、今ビッグデータみたいな形でさまざまなデータをどのように活用していくかっていうことがあったりしますけど、それもやっぱり可視化して初めて人間が分かるようになるという側面があるので、こういったこうビジュアライズするっていう授業はとても重要になってきます。でもう一つ写真の授業もあったりします。実際にスタジオや、まあ、外に出て、カメラや、まあ、照明などを使いながら物を撮影したり人を撮影したりする技術について学んでいきます。そうするとあのそれぞれの学生が自分の作品について自分で撮影をすることができて、まあ、最終的な、アウトプットというか提案のところまで責任を持って、考えることができる技術を身につけることができます。ここまでが2年生のデザインベーシックの授業です。まあ、こう見ると 1,2 年生のボリュームというのがものすごいですよね。かなりありますね。7つの領域をこう
並行して課題に取り組まなければいけないっていう、まあ、強制的な状況で与えられる中で、それぞれの分野で各課題に対してプレゼンテーションをある一定のレベルまでやらなければいけない訓練がここで徹底的にされると、知らないうちにみんなの筋肉がついてて本当に2年生なのにこんなにこう最終的な提案するビジュアル写真だったりとか、なんかこう物のクオリティだったりと か完成度っていうんですかね、そういうものに対する意識も自然とこう身についていくっていうようなことも、まあ、最近よく見られる傾向かな、うん、みんな頑張ってるなと思いますね。じゃあそういう2年生を経て3年生では何をやっていくのかということに、じゃあ入っていきましょう。3年生ではまず、まあ、表現力と具現化する力を養うというキーワードがあるんですけど、デザイン演習という科目があります。こちらは、今までは必修で全部やるということだったんですけど、ついに選択制ということで、より深く掘っていきたいものをここで選ぶことができます。今ここにはタイポグラフィー、エディトリアル、パッケージデザイン、イラストレーション、インフォメーションデザイン、ソフトウェアデザイン、エンジニアリング、すごい多いですね。すごいですね。だから何でもできるんですけど、ここから、2つだけ選ぶことができますね。同じ曜日に開講している授業もあるので、同時に選べない授業もあったりはするんですが、ただこれだけ多様な中からそれぞれ選ぶと。例えばグラフィックデザインがメインだなと自分は思いながらも、でも映像を学んだりプログラミングを学ぶっていう人がいたりとか、あとは立体系だなと思いながらタイポグラフィーを学んでパッケージデザインを学ぶって人がいたりとか、そういうふうにこの後プロジェクトというのを説明しますけど、プロジェクトと演習を組み合わせて自分の多様な興味を広げていくということができるようになっています。でこういったデザイン演習と合わせて、まあ、これは1、2年生からで取れる科目もあるんですけれども、専門教育科目と PBL 科目というものもあったりします。これは先ほど言っていた計画したり構想するというプロジェクトの最初の段階で、まあ、関わってくるような科目になりますね。いろいろな知識とか実際にこうイベントというかですね、プロジェクトを進めていくための具体的なこうノウハウみたいなものを実践的に学べる科目が数多くあります。例えばこう近年始まった授業ではシナジェティクスという科目がありますね、うんうんうん、こちらもちょっと説明していただけますか。単なる自己表現ではなく、こう宇宙の摂理とか自然の摂理みたいなところに基づいて起きているということを、まあ、突き止めたそういう考え方を、学ぶ授業なんですけれども、受講するとですね、まあ、すごくこう近視眼的なデザインとかものを作ったりとかっていうことがすごく目の前のことを、まあ、取り扱うものだってどうしてもこう社会の産業とか経済活動を見てると、中にいるとそういうふうに向き合ってしまうんですけれども、もっと大きな自然としての中の自分とか、ものとしての人間とか環境の中の、まあ、私たちの社会とか、そういうようなものを取り扱っている中で何をするべきかみたいなことに自然と向き合うような授業も作ったりもしていますね。ここから本番なんですけど、いよいよ始まっていくのが 3,4 年生のプロジェクトという科目です。でこちらはですね、今、現段階では6つのプロジェクトが開講しているんですけれども、それぞれの専任教員のもとに学生が、まあ、ゼミのように配属されていて、実際にデザインプロセスについて実践的に学んでいくというカリキュラムになっています。統合のデザインの中でそのプロジェクトっていうものは非常に大きな特徴があって、2年間その一つのプロジェクトという場所に属しながら先生の考えていることやそれを元にした自分の考えを形にしていく、表現していくっていう、まあ、機会になります。一つの強いことを学び取るには時間というものが必要で、3年生の間をかけてしっかり基礎的な考え方を学び、4年生になった時に、さらにこう自立して何か自分で考えてやりたいことを見つけていくということに取り組むような、全体のカリキュラムになっています。1つ目は、長崎プロジェクト、こちらもちょっと簡単に説明いただけますかね。私のプロジェクトではですね、専門領域ということで強いて言うならば、まあ、立体物プロダクトとかそのフィジカルにものを存在させるっていうことに取り組むようなプロジェクトです。まずは美しいということは一体
どういうことなのか、それから魅力っていうことは一体どういうことなんだろう、その魅力あるものを、その適したもの、本当にふさわしいもの、そこの場にふさわしいものは何なのかっていうことを徹底的に、完成度を極めて突き詰めていって表現するというような、態度でデザインということに向き合っています。左の課題はリブという課題なんですね。リブっていうのは、まあ、ちょっと専門用語で難しいか馴染みがないかもしれませんけれども、強度を持たせるために裏方になってしまうような部材のことを言うんですけれども、それを考えてリブというものは一体どういうものなのかと考えてデザインしてみようというような課題でした。一つのものに対してしっかり考えていって、何かそこにある魅力みたいなものを拾い上げるっていうようなテーマでした。そのよくわからないんですけれども、まあいいなと思ったり、おすごいなと思ったりするっていうことに一生懸命取り組むというような、まあそれが特徴のあのプロジェクトになります。あの他にもですね、例えば永井和文先生のプロジェクトですと、何かかける何かということで、あの新しい商品とかサービスを構想するような課題が出てたりします。今写真で写っているのは、あの映画とお菓子を組み合わせたもので、映画を見ながら映画の展開に応じていろいろなこうチョコレートを順番に食べていくというふうに、食と、まあ、物語をうまく組み合わせた体験があったりとか、あとは下にあるのは世田谷区の、選挙マスコットを提案して、実際にこれも採用されて使われているんですけど、まあ、そういったことを学生がプレゼンするとか、まあ、そういった社会的なプロジェクトや新しいものをどういうふうに生み出していくのかということをやっています。で、中村優吾先生のプロジェクトだと、例えばまあアニメーションを作っていく、これはあの猫の仕草を人に置き換えて実際に作られているアニメーションの作品ですとか、あとはあのコンピューターの分野でセンサーとかモーターを使うフィジカルコンピューティングというものがあるんですが、まあ、そういったものを使って常にこう不安定なボールをバランスを取り続ける台みたいな、シーソーみたいなものを作るような作品があったりなど、まあ、こういう、まあ、オンスクリーン画面の中とか、コンピュータープログラミングを使ったような作品を中心としたプロジェクトです。で、佐野健次郎先生のプロジェクトですと、やっぱりあの強いビジュアルを作るということで、あの左側の作品だと、ジャグダの学生のコンクールがあるんですけど、統合デザイン学科では毎年多くの学生が入賞とか大賞を取っていて、こちらも大賞を受賞された作品ですね、まあ、こういったポスター作品とかを作ってビジュアルを極めていくというプロジェクトがあります。柴田文江先生のプロジェクトは、こちらもプロダクトデザイナーの先生なので、やっぱりまあ新しい造形とかですね、あとはまあ旅とか、まあいろんな体験をテーマにしたプロダクトを作るといった形で授業が構成されています。で、私もプロジェクトを持っていて、でこちらはあの映像とか光とか、まあ、あとは動きというものについて考えていくというようなことをやったりしています。例えば通常プロジェクターっていうのは壁に映したりするんですけど、手のひらに映して見るための映像があるんじゃないかとか、あとはモーターと磁石を使ってこう回転する物理的なあのものを作ることによって、あの動きっていうものを映像じゃない形で考えていこうというようなことに取り組んだりということをやっています。こういうふうにあの今見ていただくと、それぞれの先生ごとに多種多様にあのプロジェクトが行われています。で、これもやっぱり3年生になると好きなものを一つ選んでいくということで、自分の進路を考えて、まあ、あの絞り込んでいくというフェーズになっていきます。で、4年生の最後にはついに卒業制作ということで、あのここであの今いくつか、お見せしているのは卒業制作の中でもあの非常に優秀だった作品というのをいくつか紹介しています。まあ、植物をテーマにして人工的に造形するものであったり、水と映像を組み合わせたものであったり、まあ、プロジェクションの仕方で新しい方法を考えていったりとか、実際にシルクスクリーンでビジュアルを作っていったりとか、まあ、こちらに映っているみたいに、コンクリートで実際に何ですかね、土のうを造形していくっていうようなものですとかあとはあの日用品の何ですかね、さまざまな形状があるんですけど、それを、昆虫の生態に見立てて
新しい、まあ、標本的な活動をしている学生とか、いろいろな表現を発明して実際に深く突っ込んでいくっていうクオリティの高い作品が現れているのが卒業制作ですね、うん、だからプロジェクトの中では、まあ、課題を出されて作るっていうスタイルなんですけど、4年生の卒業制作は完全に自由にそれぞれがテーマを立ててやっていくので、卒業制作展を毎年この髪の毛キャンパスで行ってるんですけど、ある意味で統一感がないというか、うんうん、本当にすごい作品がたくさん出てきますよね。そうですよね。自分の中で未知なるものを捉えて、で実際にそれが何なのかっていうのを突き詰めて考えて具体化するっていうのが統合デザイン学科の卒業制作で、まあ、我々が求めているし学生がそれぞれ取り組んでいくことなんですよね。でここでの取り組みが今度社会に出ていくと対象は変わるんですけど、同じような考え方で取り組むことで新しいサービスや製品や社会的インパクトのあるものとか、まあ、よりよく世の中を美しく変えていくためのものになるための、やっぱりこれも教育の機会なのでとても重要な思考のプロセスを学んでいるっていうような形だと思います。なんか世の中に対して何かをこう生み出していくときに、美しいっていうことがどれだけ重要なのか、その便利だけを、便利とか効率とかそういうものだけを軸に置いて何かを生み出していくっていうことと、美しいかどうか、便利だし美しいよねっていうのと多分違うんですよね。その美しいっていうことは調和している状態のことだと思うので、その調和の心地よさだったりとか、心地よさってことが美しいことなんだっていうことに軸足を置いてるってことが、やっぱり美大でデザインを一生懸命取り組んでいくっていうすごく大きな意義だと思いますね。統合デザイン学科に入るためには、まあ、いくつか方法があるんですけど、一つは、まあ、一般入試と言われているものですね、実際にこうデッサンや構成表現と言われている実技試験を経て、まあ、入るという方式と、あとは総合型選抜推薦入試と言われている方式があります。でここでは、その一般入試と言われているものの中の実技試験について少し解説をしていきたいと思います。こちらで表示しているのはデッサンの試験の、まあ、優秀な作品です。で毎年手をデッサンするというテーマで、まあ、ただ手を描くだけではなくて道具を使って掃除をする手とか、食事をしている時の手とか、何かを整える手とか、人工物を介して完成する2つの手、何かを探っている手とか比べる手とかですね、まあ、いろいろなテーマが出てきます。でここで問われるのはもちろんそのデッサンの能力というのも重要なんですけど、どんなシーンを描くのか、お題に対してじゃあ比べる手を描きなさいって言われた時に、例えば単純に重さを比較するみたいな比べ方もあるとは思うんですけど、例えばこちらに映っているように理想の中の自分と実際に鏡に映った自分を比較するみたいに、どういったシーンを取り出していくのか、まあ、着眼点みたいなものをすごく評価の対象としているので、受験生の皆さんは例えばそのデッサンのトレーニングっていうのも重要なんですけど、一方で自分が日常的にどんなことを考えたり感じたりしながら生活しているのかっていうことに深く敏感になってほしいなと思ってます。やっぱりこれは入試でもあるんですけど、皆さんがデザイナーになるためのトレーニングの一番最初のスタートだっていうふうに思ってほしいんですよね。でそうなると先ほどカリキュラムの中でもお話しした通り、何か見るとか気づくとか、まあ、そういったところの一番最初のきっかけがこのデッサンの試験であってほしいと思っているので、まあ、毎年そこを問うような問題を出すようにしています。で次は構成表現についてです。こちらは、まあ、毎年いろいろな問いが変わっていて、まあ、最初はこう立方体を用いて条件を課して解いてもらって、でその後は2つの画面の関係性を問うということだったんですけど、まあ、毎年必ず出てくるキーワードとして関係性というものがあるんですよね。あるものとあるもの2つの関係を問う。でこれもやっぱり何か、描写する力だけではなくて考える力、構想する力、アイデアみたいなものを見るためのものですなので単純に絵画的なトレーニングをするっていうことも非常に美しいものを作るっていう意味では重要なんですけど、問いに対して、まあ、毎年いろいろな問題が出ますが、その問いに対して
私はどのように考えているのか、でそのオリジナルな考えを、まあ、その描写力によって具体化して表現するということを毎年見たいなと思っているので、皆さんならではの思考をして新しいアイデアというのが出せるような形で日々準備していただくといいかなというふうに思っています。で、我々もやっぱり入試の時に毎年楽しみなんですよね。どういった答えが出てくるのかなっていう、だから解く方もやっぱりすごく大変だと思うんですけど、ワクワクした状態で受験に臨んでほしいと思いますし、その自分が面白いなと思っているもの、お題に対する面白いなと思っている答え方をぶつけてもらえると、我々は必ずそれを見つけて評価しますので、自信を持って新しいチャレンジをしてほしいなと思ってます。やっぱりすごく重要な手がかり、その皆さんが考えた手がかりとして、そこに10文字のタイトルというんですかね、文章を添えて答えてもらうっていうことを皆さんには課しているんですけれども、そこもとても重要なポイントになっています。何百人も集まって試験を受けると、同じようなアイディアっていうんですかね、同じような着想を表現するってことがどうしても並ぶんですけれども、その中でやっぱりその言葉の選び方、それから同じアイディアでも言い方が変わったりとか、伝え方が変わったりっていうところで、大きくそのこちらの受け止め方の反応が変わるんですよね。で、そこはとても重要で、技術っていうこともとても重要な、入学にあたっての要素でもあるんですけれども、それを超えてその4年間の中でどれだけの学ぶジャンプする力があるのかってことを、私たちはこの入試の試験の中で掴み取りたいと思って一生懸命探しています。そういう能力を探しています。なので、技術が未熟だったとしても、考え方とか一生懸命伝えるとか、その可愛らしい考えだったりとか、なんかそのオリジナルなその子が持ってる何かがそこに現れるってことを期待しているので、まあ、技術の訓練もそうですけれども、その先ほどから菅さんが言っているように、日々どういうふうに過ごして、どんなちょっとした違和感だったり、ちょっとした喜びだったりみたいなものを敏感に感じ取れる準備を進めておくか、準備をしておくかってことが、きっとこの入試の中で反映されるポイントになるのかなって思っています。で、あとはこの一般入試に関しては、玉美独自の国語と英語の学科試験も毎年あると思うんですけど、やっぱりそちらもきちんと準備をしてほしいなと思ってますね。デザインを学ぼうとしていくときに、やっぱり言葉で考えるとか、自分で言葉で表現するということもたくさん出てくると思うんですよね。でそういった基盤になるのが、国語力だったりとか、あとは英語の力だったりするので、それは入試を突破するために必要というよりは、やっぱりなぜ課しているかというと、大学に入ってからの学びに必要だから課しているという側面があるので、そういったところも抜かりなく準備してもらえるとすごくいいんじゃないかなと思っています。で、入試に関してはこの一般方式以外に、推薦入試と一般的に言われているようなものもあります。で、こちらは、ポートフォリオに合わせてプレゼンテーション面接というのを毎年行っています。で、こちらもやっぱり同じように思考力を問うような新しい問いを毎年出しています。で、社会ではさまざまな問題が起きているわけですけど、この社会の状況に対して、あなたはどのように考えますか、どのように新しい視点を持って解決しようと思いますかっていう問いを毎年手を変え品を変えというか出していくので、常に日々今自分の生きている社会は自分とは無関係なものではなくて、連続しているものだと思うので、新聞やニュースなどで報道されていることとか、社会の中で重要だと言われていることに対しても日々関心を持って、じゃあもし自分が解決できるとしたらどういうことをやればいいんだろうかということを考えながら日々過ごしてもらえると多分いいんじゃないかなというふうに思っています。詳しい方法についてはたまみのウェブサイトの方に方式の説明などはあるので、そちらを確認してもらいながら準備をしてみてください。我々としてはとにかく統合デザイン学科で学んでくれる人っていうのはいろんな人を歓迎したいと思っているので、ぜひ自分の方法で入試を選んで取り組んでチャレンジしてみてください。次は、じゃあ統合デザイン学科を卒業した後に、どのような進路に進むのかということについてお話ししていきたいと思います。さまざまな業種への進路があります。広告代理店や制作プロダクションといった実際にこうデザインを作るという仕事もありますし、印刷放送といった出版業界とか
化粧品や家電、家具、玩具とか生活用品みたいな、そういったメーカーに、まあ、インハウスのデザイナーとして入るだけではなくて、商品を企画する側として入るというケースも近年は増えています。それ以外にも情報サービスとかゲーム、ウェブといった、まあ、産業もあります。でこちらもですね、ゲームもキャラクターデザインとかエフェクトデザインとか、実際にこうビジュアルを作るっていう仕事で入る人もいますし、ゲームプランナー、ディレクターみたいな形で実際にプロジェクトを進めていったりアイデアを考えるっていう職種で入る人とか、まあ、多種多様に入っています。でこういった、まあ、見ていただくと分かる通り、皆さんの知っている企業の名前もあると思うんですけど、業界が本当に多様なんですね。でやっぱり他の学科になってくると、ある程度その専門性みたいなところで業種が定まってくると思うんですけど、出口が多様になってくる。で近年はコンサルティングファームとか観光庁みたいな、まあ、デザインの考え方を持って新しい創造性が発揮できるという職種へ就くケースも増えているので、ますます多様になっているという感じです。そうすると同級生がバラバラだってことはですね、まあ、将来卒業してからいろんな仕事の現場で全然別の同級生に出会って一緒に仕事をするっていうことも結構出てきたりするんですね。で、まあ、何年もすると多分そういったことが出てくると思うんですけど、やっぱりそうやってこう統合デザイン学科のネットワークっていうのが広がっていきますし、入学した時には想定していなかった職業に就いたりとか仕事をしたりとか、そういった人たちが出てくるっていうのが今の面白い状況かなと思ってます。特に単にデザイナーとして働くだけではなくて、何を作るべきかっていうデザインの考え方で新しい社会を構想するっていう人たちが今就職先として増えているっていうところもポイントかなっていう気がします。で合わせて大学院に進学するっていう人たちも、年々増えていますので、まあ、より深く大学院で追求していきたいっていう人たちもぜひ統合デザイン学科にも大学院がありますので選択してほしいなと思っています。こういった進学説明みたいなことをするときに、よく聞かれることがあるので、そのよくある質問をいくつか持ってきたのでお答えしたいと思います。まず一つ目ですね、グラフィックデザイン学科との違いは何ですか。まあ、併願される受験生の方も多かったりもすると思うんですけど、やっぱり今説明してきた通り、学ぶ方法、考え方、カリキュラムに大きな違いがあります。やっぱり一回いろいろなことをすべてやってみることで自分の中での考え方が大きく変わっていくんですね。で自分が本当に面白いと思ったことに気づいて没頭できるっていう環境があるっていうのもこの統合デザイン学科の良さだと思います。あとは教える側があらゆる分野のプロフェッショナルが存在しています。これは単にプロのデザイナーですよというだけではなくて、この国を代表するようなデザイナーの人たちが教員として関わっていたりするので、自分が例えばグラフィックデザイナーなんだけれども映像をやってみたいとか、まあ、そういうふうになった時に映像のプロフェッショナルがいたりするのすぐに聞けたりするんですよね。だそうやって自分がどういった表現を探求したくなったのか、どういうプロジェクトに取り組みたくなったのかっていうふうに、まあ、いつ変わっても適切なアドバイスや指導を得ることができるっていうのもこの学科の、まあ、良さの一つかなと思ってます。そのグラフィックデザイン学科に限らずともプロダクトデザイン学科とか、まあ、これまで従来の伝統的なこう専門性を軸にしたデザイン教育っていうものがあった中での、まあ、不安な点の質問だとは思うんですけれども、統合デザイン学科で、それぞれのプロフェッショナルの先生が、まあ、集まってるっていうことはどういうことかっていうと、そのそれぞれの先生たちが、まあ、それぞれの力でその分野を切り開いてきたっていう人たちが集まってるっていうことなんですね。ということは、まあ、その分野だけを掘るわけではなくて、やっぱりその周辺にあることも同時に見ながらいろいろ開拓してきたっていうことが経験としてその先生方は持ってるわけなんですよね。そうするとなんかそこだけ掘っててもダメで、こっちもやんないとダメだよとか、まあ、そこに何かがありそうだけど実はこっちの方がきっといいことがあるよっていう、その専門家が持っている予見だとか経験だとか、そういうものに基づいたアドバイスが結構実効的に行われていることが大きな特徴ですよね。では次の質問にいきましょう。これはおそらく先ほどお話しした、まあ、推薦入試みたいなものだったりとか、あとは共通テストだけで入れる受験方式もあるので、まあ、そういった方たち向けの質問だと思うんですけど、
全く絵を描く勉強していないのですがついていけますかと、やっぱり不安ですよね。今まで美大を受けるつもりじゃなかったけど、急に進路変更するとか、そういったケースもやっぱりあって統合に入ってくる学生も多いんですけれども、ついていくどころかですね、先頭を歩いていくことっていうのもやっぱり多いっていうのがとても重要なポイントかなと思ってます。この我々が用意している統合で内学科の課題は、どういった入試方式で入った人でも問題なく取り組めるように設計されているので、全員が同じスタートラインで新しいことを学ぶので、一番重要なのはとにかくモチベーション高くやってみるっていうことに尽きるかなという気がします。で、過去にもですね、この実技の入試じゃなくて入っていった人が、卒生でトップになったこともありますし、また最近は卒業制作の中でも、優秀作品というのは何点か選ぶんですけど、その中にもう半分近くぐらい、こういった実技なしで入ってきている人が入ってくるケースが増えてきているので、心配せずに飛び込んでですね、こういった実技なしで入ってくる人たちは、その皆さんなりのやっぱりポテンシャル、別のポテンシャルとか良さっていうのがあって入学しているので、あなたの個性を存分に発揮して入っていただけるといいかなという気がします。もちろん絵を描くっていう経験自体もとてもデザインやアートを学ぶ上で意義があるものだと思うので、入学したら積極的にチャレンジしてみてほしいですし、そういった授業も用意されているので入ったらやってみようかなっていうことは問題ないと思います。ただやっていないからついていけないってことは全くないですので、自信を持って飛び込んでもらえるといいですよね。そうですね。学科だけで入ったとしても、こちらが用意したプログラムを経ることで、さまざまな才能、さまざまな能力、絵がダメでも、物が作れるとか、物が作れなくても考えることができるとか、なんかそこら辺がこう全体をこう支えられるような、プログラムを用意しています。次はですね、髪の毛キャンパスってどういうところですかと、この統合デザイン学科があるのは他の学科と違う八王子キャンパスなんですけど、他の学科はこちらは上野毛キャンパスというところにあります。演劇舞踊デザイン学科と統合デザイン学科が上野毛キャンパスにあります。で、上野毛というのはですね、世田谷区上野毛という住所なんですけど、渋谷から電車で16分ぐらいなんですよ、この前調べたらすごい近いんですよね。いわゆる都市型キャンパスと言われているような場所なんですけど、都心から近くて、で都心から近いというのは何を意味するかというと、様々なデザインの現場にすぐにアクセスできるということなんですよね。例えばデザインの現場というのは何かというと、デザインを作っている現場、様々デザイン会社がある場所だったりとか、作られたものが販売されている場所、お店だったりとか、展示されている場所、美術館だったりとか、そういったものにすぐにアクセスできる。すぐっていうのは本当に授業の帰りに寄っていくとかですね、そういったことが十分に可能になる。つまりデザインの現場が日常的であるってことですね。で、もう一つ、それは何を意味しているかっていうと、いろいろな人が見に来てくれる、教えに来てくれるっていうことでもあります。例えば現役のデザイナーの人たちが多く統合デザイン学科の教員としては参加しているんですけど、そういった人たちがすでに今現場で行われることをすぐ教室に持ち込んで授業を行っていったりとか、あとは授業の成果を展示したものがいろいろなデザイナーの人たちが見に来てくれたりとか、そういった循環が起きているっていうのがこの上野毛というキャンパスのすごい重要なポイントかなと思ってますね。最近そこが非常に顕著になってきてますね。なんかデザインベーシック2の科目だったり、3年生の演習だったりとかで関わっていただける先生たちも本当にすごい人たちばっかりですもんね。上野毛キャンパスは、八王子に比べて広さという意味ではもう絶対にかなわないんですけどただ工作センターとか撮影スタジオとか録音スタジオとか、設備は様々実は結構あってですね、で制作に必要な機材っていうのも揃ってます。十分に3D プリンターですとかレーザーカッターですとか、そういった機材も膨大にあるので、基本的に何かを作るときに困ることはないですね。で、2025年の秋にはこちらに新棟が建つ予定にもなっています。で、こちらもやっぱりシンボルになるような、素晴らしいものが建つ予定なので、ここからさまざまな新しい試みが、この上野毛キャンパスから発信する予定になっています。それは多摩美としての新しいこと、もしくは世田谷区と上野毛っていう土地を生かした新しいことだったりとか、デザインっていう意味でこれから社会に新しい提案をするっていうこととか、さまざまなことが始まっていくので、とてもなんていうんですかね、いろんなことが動き出すちょうどいいタイミングで皆さんは多分受験するっていうことになると思うので、期待してもらえるといいかなと思いますね。
それではここからは統合デザイン学科で実際に学んでいる、学生の皆さんのインタビューを紹介したいと思います。やっぱり 1,2 年生の間に、いろんなデザイン分野について幅広く学んでから 3,4 年生で自分の進学先を少しずつ絞っていってみたいな、そういうカリキュラムが自分のまだデザインに対する興味が固まりきってなかった自分にとってはすごくありがたかったというかぴったりだったので、統合デザイン学科に進学しました。当時は理系の建築学科をメインで志望して勉強していたので、デッサンの対策などをせずに共通テストの成績だけで合否を判定してくれるっていうのが当時の自分にとってはすごく助かりましたね。統合デザイン学科入った当時はやっぱり周りのほとんどが実技を経験して入ってるんですごく怖かったんですけど、プロダクトの授業とかをやってみた時にこの色彩とかそういうところじゃなくて発想力とかあとはどうやって問題に取り組むのかみたいな、そういう姿勢を結構評価されることが多いなっていうのを感じて、そこからあなんか必死にそういうのに取り組んでいれば全然自分でも戦えるなと思って、そこから2年生まで自分なりの発想とかやり方で課題に取り組んできたっていう感じですね。あとは学科の雰囲気としては結構僕の身の回りにはデザインに貪欲というか新しいデザインとかかっこいいデザインみたいなのをすごいなんか喜んで吸収するというか、新しいものが出たらわこれめっちゃかっこいいみたいな、そういう人がたくさんいたので、全くデザイン関係ない分領域からここに足を踏み込んだんで踏み入れたんですけど、そのすごく感化されたというか、デザインって面白いなっていうのをすごく気づくきっかけになるようなすごくいい雰囲気が周りにあって、それもこの 1,2 年でずっと触れてて結構自分の中でも変わったなって思います。私は大学3年生から中村ゆうごプロジェクトに所属しています。中村ゆうごプロジェクトでは新しい映像の表現方法を日々追求しています。インタラクティブデザインとか、その表現方法は様々で、どうやって質感表現とかを映像とかそれ以外のもので落とし込んでいくのかというものを日々勉強しています。小さい頃からそういう幼児番組とかを見ていて、その自分が今度はそれを小さい子どもたちに届けたいと思ったのがきっかけで映像表現を選びました。統合デザイン学科はさまざまなそのデザインを学べるといったことが魅力だと私は思っています。私は高校3年生の時ちょっとバレーボール部に所属していて、デザインについてまだ何も分かっていなかったので、その当時はずっとグラフィックデザインをやりたいと思っていたのですが、大学に入って 1,2 年生プロダクトデザインだったりとかさまざまな横断的にデザインを学ぶことによって最終的に映像表現をやりたいというふうに思って目指したのがきっかけだったので、そのいろんなデザインを学べるといったことがいいところだと思います。私はそのデザインをどこまで精度を上げてやるかっていうのが、そのやっぱり高校生の時はそもそもデザインを分かっていなかったので、そのどこまでやるかとかあとはどのくらいのクオリティでとかも分かっていなかったんですけど、同じ同級生たちがもう本当にずっとがむしゃらになりながら提出した後もブラッシュアップを重ねている姿を見て、いいデザインっていうのは終わりがないというか、ずっとその日々更新し続けているものだというふうに感じて、私はなんかそこが結構統合デザイン学科で学べたことというか、その美しい表現っていうのにもさまざまな理由があって美しくなったりとか、その今までその漠然としていたものにもちゃんと理由とか意味とかもあって魅了するような力があるといった、そういったところに私はなんか学べたことが統合デザイン学科に入って良かったなって思う点でもあります。今まで私は高校卒業まで香港にずっと住んでいたんですけど、美大に行きたいっていうことは決めていて、ただ海外にいたので国を選ぶっていう時に
自分は日本人でありながらも日本に住んだことがなくて日本の文化を知らなかったので、そこで日本の美大に挑戦してみようっていう思いで、日本の美大っていうのを決めたんですけど、そこから多摩美術大学の統合デザイン学科っていうのに至った理由としては、統合だとなんかいろんなことができるように感じていて、その作品生徒たちの作品もとても幅広くて、そこで自分が何をしていきたいかっていうのをたくさんいろいろ冒険しながら見つけられるかなと思ったのでここを選びました。私は、D プロジェクト、佐野プロジェクトに所属しています。で、佐野プロジェクトでやっていることとしては、グラフィックデザインを通してのコミュニケーションっていうのを主にやってるんですけど、グラフィックデザインだけにとどまらずに、例えば、ロゴとかを作った時もそれを展開してパッケージとか映像とか、なんか自分のやりたいようにそのブランドを広げることもできますし、イラストレーションが好きだったらそういう絵本を作る人とかもいて、そうですね、そういうことを学んでいます。そのプロジェクトの魅力としては、結構アンビシャスな人が多いなっていう印象を私は持っていて、そこでなんかいろんな人と切磋琢磨しながら自分がどういうようなデザインをしていくのかっていうのをなんか試し合いながら学べるような環境があって、そこはすごい楽しいですね。柴田文江プロジェクトで主にプロダクトデザインについて学んでいます。柴田文江プロジェクトを選択した理由は、柴田先生の作る形にはすごい温度があって、なんかそういうデザインについてそういう引き出しってどこにあるんだろうっていうのがすごい自分が疑問だったので、そういうのを学びたいと思って柴田文江プロジェクトを選択しました。魅力としては自分の軸を持ってすごい幅広いデザインのアウトプットを許してもらえるプロジェクトなので、そういう身に自分を置いて成長したいと思ったから選択しました。私はプロダクトデザイナーになって日用品の暮らしに寄り添ったデザインをして、いろんな人に幸せを届けられるようなデザイナーになりたいと思っています。具体的にはキッチン用品のデザインにすごく興味があります。というのも、ただ使いやすさを探求するということももちろんですし、使っていて楽しくなるとか、それを使いたいから料理をしたいんだというふうな気持ちにデザインの力ですることができるんじゃないかなというふうに思っているので、将来そういった仕事に関われたらいいなと思ってます。就職先は外資系のコンサルティングファームが決まってるんですけど、そこに決めるまでの経緯としては、こう長いプロジェクトでこう学んでいく中で、長いプロジェクトの課題でこう社会課題をこうメインにやる課題が多かったので、実際の企業と一緒にこう世の中の新しい仕組み作りだったりとか、例えば世田谷区の選挙のデザインを実際一緒にやらせていただいたりとか、自分の中でこう社会とどう関わっていくかっていうのが自分の中で大きくこうやりたいこととなっていて、でそれで外資系のコンサルティングファームを選びました。実際その大きな影響としては、やっぱりこう長いプロジェクトの特色でもあると思うんですけど、あまりこうアウトプットを求められない、決まった例えば絶対にグラフィックじゃないといけないとか、こう決まったアウトプットを求められないので、こう柔軟に考えられたのがすごい就職先にも生きていて、就職試験の際にも実際そういうところが生きて、やっぱり評価されたんだろうなっていうのはところどころ感じるので、それがすごい生きてるなっていうふうには思いました。私が交換留学をしようと思ったきっかけは、もともと高校生の時から海外に行ってみたいとか留学をちょっとしてみたいなっていう興味はあったんですけど、なかなかこう踏み切れないところもあって、実際こう先生から海外のデザイナーの話やこう作品をすごい見せてもらうことが多かったので、日本以外でデザインを学んでみたらどうなるんだろうなっていうのがすごいだんだん膨らんできて、でそれで多摩美の交換留学制度っていうものもあったんで、
自分でちょっと挑戦してみて、で、まあ、試験にも受かったので実際にこう留学に行ってみました。台湾で一番古い美術大学に留学してたんですけど、やっぱり統合デザイン学科のレベルの高さにはすごい驚かされて、実際統合で学んで自分が授業に参加してみて、向こうの生徒からなんでこんなこともできるのみたいなすごい言われたことがあって、統合の中にいたら全然まだまだって思うことは多かったんですけど、統合から出てみたら、あ、できる方なんだっていうか、それを気づけたのは、まあ、留学行かなかったら気づけなかったっていうのもありますし、けどやっぱりその統合で、まあ、すごい課題も多くて大変だったところあるんですけど、がなんか留学してからもクオリティの高い作品を出せたのは統合で学んだ1、2年生の基礎の部分が特に大きかったなって思います。留学生として中国、まず留学を決める前に一回中国の大学に進学しました。でそこでやっぱり自分はデザインやりたいなという思いがあって、あの日本の、まあ、デザインの展示とか本とかに触れたチャンスがありまして、そこであの統合デザインで教授をあのやられているあの深澤先生とか中村先生とかの存在を知り、統合デザインあの行きたいなという気持ちから日本の留学を決めて統合デザイン一筋で目指してました。進路を決めた時には最初は本当にあの職種とか、あと一体どういう雰囲気の会社行きたいのか、あのあやふやな状態であったんですけれども、あのやっぱり深澤先生のプロジェクトに所属していて、あの本質の美について常に、まあ、考え続けている中、あのやはり美しいも の, あのを作り続けたいなっていう、あのなのであの化粧品のメーカーを探していたり、で自分のなんだろう本当に興味を持っている分野を、まあ、将来のキャリアワークとして活かせるところを選びました。大学に入る前にその大学で学ぶ学科に基づきあの職種を選ぶイメージ強かったんですけど、統合ではそういうことがなくて、まあ、本当にいろいろなことを触れているからこそ選択肢の幅がすごく広くて、なので化粧品のことも考えつつ、例えば家具メーカーも考えつつ、で本当に情報系 の, あの会社もあの探していて、そんな中この自分一番行きたいところにしました。日常生活の中で常に感じられ続けるのようなデザインをやりたくて、それも化粧品メーカーにあの最終的にその選択にした理由の一つで、うん、毎日朝とか夜とかそれを使うことが、まあ、日々の営みというか、それの感動をずっと考え続けてやり続けていきたいなっていうのが私の小さな夢といいますか。でその中でやっぱりあの3年プロジェクトに入ってから今まで考えてきた美しさは、まあ、本当の美しさなのか、それとも教えられたあの世間一般あのそういうイメージであった美なのかどうかを考えてきたので、まあ、それを生かしたというか、まあ、自分もその自然素材でしたり、あのプラスチックをいかにこうもっと身体的にあの使いやすくしていくデザインとかを考えてきたので、まあ、それを化粧品メーカーで活かせたらなと思っています。統合デザイン学科は2014年に設立された学科なので、あのよくまあ伝統と革新という言葉がありますけれども、統合デザイン学科の場合は、まあ、これまでやってきたいいところは活かしつつ、やっぱり常にアップデートしていくということをやっている学科なので、皆さんもあのこれから新しいことに取り組みたいとかですね、次々と新しいものを生み出していきたいという人はぜひ、まあ、そういう現場に身を置いていくといいと思うので、あのチャレンジしたいという人はぜひ統合デザイン学科への受験を考えてみてください。美術大学を受験するっていうことの動機として、
やっぱり物を作ったり絵を上手に描いてきた皆さんのこれまでの人生があると思うんですけど、なんかその能力っていうのはみんなが考えてる力よりももっとすごく大きなもので、単に描写するとかっていうことを超えてもっと大きなこと、社会に強く役に立つ力だと思って、私たち教員は一生懸命教育っていうことに考えながら実践しています。何かを感じ取ってそれを自分の技術で表現して何かを定着させていくっていう、その能力がこれからの時代にとても強く必要になってくる力だと思います。その美しいっていうことをどう考えるのか、美しくありたいとどういうふうに思って生きていくのかっていうことが、これからその効率的なことが指針になっている世の中で、何か大きな基準を作っていかなきゃいけない時代になってきていて、その時にやっぱりみんなの力が本当に必要になる時代が来るはずなんですね。で、私たちはそういうことを強く信じていて、まあそこに携わってこれまで生きている人間たちが次の世代のみんなを力強くこう時代を渡していくっていうようなことを、責任感、そこに私たちの責任を持って教育ってことに取り組んでいます。それに共鳴する学生たちも年々増えてるし、卒業生たちもみんなそういう子たちがこう強く集まっているっていうことが、この統合デザイン学科が生まれてから起きていることです。ですので、みんなもその受験を考えているときに、ぜひその統合デザインというサークルですね、一つのまとまりの中に入ってもらって、次の社会を美しくしていくっていうことに、なんか一緒に取り組んでいけもらえたらなって思っています。なんかそういう人たちが来てくれると嬉しいなって思ってます。なので待ってます。それでは統合デザイン学科の学科紹介と入試解説の動画をこれで終わりにします。どうもありがとうございました。